こんにちは、ランニングアドバイザーの湊です。今日は水野大阪本社からお届けします。今日のスペシャルゲストは高見さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高見さん、どなたかご存知ですか？高見さんは皆さんもよくご存知の箱根駅伝で東洋大学の初優勝のゴールテープを切った方なんです。だいぶもう昔の話ですけども2009年2010年のアンカーを務めていらっしゃいました。高見さんの箱根駅伝のお話などは後でまたたくさん聞いていきたいと思います。今日ご紹介するシューズはこちらです。全く新しい、今までになかったシリーズが登場しました。7月発売のウェーブリベリオンです。ウェーブリベリオンに関しては、レースシューズということでサブ3を意識したシューズの方になっております。その機能の説明をしていきたいと思います。ウェーブリベリオンの大きな特徴は3つあります。まず水のエナジーライト、前回ご紹介した水のエナジーの中で最も軽い素材が使用されています。持ってみると本当にこの厚さがありながら軽いなって思います。この水のエナジーライトの間のところに水のらしいプレートが入っています。こちらはグラスファイバー入りのナイロンウェーブプレートです。通常のナイロンプレートよりも非常に硬くなっています。しなり剛性の高いプレートを使用していることで跳ね返りが強くなっています。プレート見えているところはこの辺りまでなんですけれども、しっかりこの裏のこの辺りまで伸びていますので、こちらがスピードにつながるようになっています。ここにプレートがどこまで入っているかが分かるようになっています。大きな特徴3つ目は G3 アウトソールです。このボツボツがかかとからつま先までずっとあります。非常に軽量でグリップ性が高いアウトソールになっています。私の大好きなこのボツボツがかかとからつま先まであるっていうのがすごく嬉しいです。なんかつかなさそうな、ここまでグリップがある。こうやってやるとついてない。多分走った時にミッド設置の時は多分ここもっとこうしなってくるんで、はい、多分ここ生きてくると思います。うん、結構かかとまでから入る選手が最近多かったですけど、はい、最近はもうミッドだったり、まあ、フォアだったりの選手が多いんで、そういう意味ではもう前面にあった方が全体のランナーに多分活かせるんだと思いますね。確かにその本当にどの着地のランナーでも履けるスピードに活かせるっていうシューズですね。アッパーはエンジニアードメッシュを使用しています。通気性が高くて柔らかい素材です。結構柔らかいですね。で、全然縫い目がありません。結構縫い目とかって気になってましたか？そうですね、シューズによっては気になったりしてましたけど、最近のシューズ履くと本当にあの足にフィット感が強いなっていうのは感じますね。さらにこのフィット感を高める機能がついてます。ガセットタングといって、中足部全体を包み込むようにこの靴のタンがついています。なのでタンがずれることもないですし、しっかりとした中足部のホールドが得られます。じゃあ早速このシューズで走ってみたいと思います。やったさかみさんへの質問コーナーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。やっぱりあの箱根駅伝で2回もゴールテープを切ったというところの、まあ、1回目と2回目とかの気持ちをちょっと聞きたいなって。初優勝の時は本当に大学としても初優勝だったので、すごいプレッシャーがありましたし、ただその私がタスキもらった時も後ろと1分25秒差とかで23キロ近く走んなきゃいけないっていうのもあったから、すごいプレッシャーの中だったので、あんまりギリギリまで楽しめなかったかなっていう感じですね。はい、1回目はゴールしてやっと落ち着いたって感じ、走る最中はあんまり楽しめなかったっていうのは正直な感想ですね。逃げる逃げるっていう。そうですね。2回目の時は意外ともう後ろとの差が1回目と違って結構5分以上あったんで、結構ゆとりを持って走れたので、まだ2回目よりは楽しめたかなと思います。だからもうちょっと優勝実感やっとできたのは2回目の方が気持ち的には実感あったかなと思います。10区を走る適性があると見てもらって10区を走ったんですか？なぜ10区を走る？そうですね、一応最後の区間って先ほども言った通りちょっと、プレッシャーのかかる区間ではあるとは思うんで、まあ、特に今年の箱根駅伝でも創価大学の選手が最後抜かれちゃったりとか、はい、あれは本当に総力的なものではなくてメンタル的なものが大きかったのかなと思うと、やっぱり10区はある意味精神的に強い選手が選ばれることが多いのかなっていうのは個人的には感じてます。精神力の強さってどこで身につけたんですか？
そこはどちらかというとあんまり自分自身で身につけたって感覚はないんですけど、はい、やっぱり1年間その大会に向けて練習してる中でやっぱその一つ一つの練習でやっぱり ある程度の水準でこなすというか、はい、やっぱり波がどうしてもあると監督も使いにくいですし、はい、やっぱり1年通じて安定した結果を残してるっていうのがその、信頼につながるのかなっていうのは。アンカーって好きですか？アンカーは走る前までは好きではなかったです。あ、そうなんだ。正直あんまり目立ちたい方じゃないので、はい、なのでアンカーでどうしても嫌でも目立つ区間なので、はい、まあ、そういう意味ではその信頼得てるんだなっていう意味ではアンカー選ばれるのは嬉しいんですけど、その最後目立つとこ走るっていうのはちょっと好きではなかったかなっていうのは半々って感じですね、はい、ポーズを決めなきゃなっていうのはあると思うんですけど、ゴールの、はい、それって前走る前から決めてたりしたんですか？決めてないですね、正直。、はい、それも含めてアンカーが嫌だったのが先ほど言った通り目立つのが好きじゃないんで、だからあんまりそこは考えたくなかったところがあったので、ギリギリまで優勝するか分かんないからそういうことは考えないみたいなのがあったので、考えてなかったですね、1回目も2回目も。駅伝と個人のレースだとどっちの方が好きですか？駅伝の方が好きですね。はい、やっぱり長距離で唯一少ないチーム戦っていう感じがするのは駅伝のみなので、駅伝の方がやっぱり一人じゃないので楽しいですね、うん、東洋大学に進む時とかってその駅伝をメインで考えて進んだんですか？東洋大学を選んだきっかけは正直駅伝ももちろんありましたけど、私自身結構車が昔から好きで、はい、唐突ですけど、それで結構卒業してから、大学卒業してからは車関係の仕事にも就きたいなっていうのもちょっとあったりして、はい、そういう意味ではちょっと理系の、工学部とかある学大学を探しながら、しかも箱根駅伝を目指せる大学がいいなと思って、でそこを探したら東洋大学と、まあ、東海大学さんもあったんですけど、はい、で東洋大学さんの方に行く形になりましたね。勉強とその練習の両立っていうのも結構大変でしたか？そうですね、でもその私が通ってたキャンパス内にその陸上部の寮があったので、その通学とかが全く時間もかからないし、はい、そういう意味では、効率よく時間使えてたんで。大学時代って練習はどのぐらいされてたんですか？1日大体30キロぐらいですかね、うん、その全部本練習からアップからダウンまで含めると30キロぐらいなのかなと、はい、すごい量ですね。私この前40キロちょっと走って1日で疲れちゃいました。1日で40ですか？はい、だいぶ走られましたね。長く走るのが結構好きです。好きです。いいと思います。練習の中では好きなメニューとか嫌いなメニューとかあったんですか？インターバル練習とか短い距離を速いペースで散髪でやる練習はあんまり好きではなくて、どっちかというと長い距離をゆっくり走ったりとか、はい、レースペースに近い形で一定で長い距離走るとかの方がちょっと強弱がある練習が苦手だったかなと。はい、うん、まあ、それが一番でも自分の向上につながるんですけど、好きではなかったですね。こういうメニューはすごいためになったなみたいな、はい、練習方法とかありました？1人で16キロですね、はい、トラックで16000メートル16キロ走るときに1キロ3分5のペースで1人で走る練習があったんですけど、はい、それを1人でやりきったときはすごく自己満がありましたね。高校生のときとかは結構合宿とかは、はい、まあ、各大体夏合宿って山とかに行くんですけど、はい、高校の合宿ですごく印象に残ってるのは、私の地元が栃木なんですけど、はい、栃木のいろは坂って日光にあるんですけど、 あそこを、登るトライアルが初日にある合宿初日、はい、それがすごく印象に、本来今では多分あそこを走っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、そんなのが初日にある合宿が毎年恒例にあったので、あれはきつかったですけどすごい記憶に残ってる。はい、息抜きとかもしてたかなと思うんですけど、空き時間、合宿の空き時間ってどういう風に使ってたんですか？空き時間は基本寝てる人がほとんど多かったんですけど、まあそんな中でもその監督とかスタッフが気に使ってくれて温泉とか連れてってもらったりとか、基本1週間合宿あったら中日
って言って、まあ、大体間の日に1日緩い日が、その練習量が少なくなる日があるので、はい、そういう日には、車で温泉連れてくれたりとか、まあ、あのコンビニに連れてくれたりとかコンビニに行くのさえも本当に貴重なことなので、はい、そういうのがあったりしたので、まあ、基本それ以外の時は空き時間寝てることが多いと思います。体力回復に、そうですね、うん、走ることっていうのは高見さんにとってなんかどんなことなのか、今どんなことなのかなっていうのが聞きたいです。当時はやっぱりそれが、まあ、仕事してたわけじゃないですけど、それで食ってたような感じなので、はい、まあ、箱根駅伝がある意味全てだったところもあるので、箱根駅伝を目標にずっとやってましたけど、今となっては、まあ、目標はなくなったって言えばなくなったんですけど、走ることだけで言うと、まあ、楽しく走りたいなっていうのが本当に今第一希望、第一希望の一番で、学生の時はもちろん楽しいこともありましたけど、まあ、競ってるんでやっぱり辛いこともあったし、まあ、楽しいというよりはその記録面で、どんどんいい結果を残したいっていうところがあったので、今はもうその記録を気にせず楽しく走るというところが目標だけじゃないですけど、はい、そういうふうな方向が一番理想だなと思ってます。楽しく走るために工夫してることとかってありますか？私自身はやっぱり今現役時代にはなかった結構その人と走るっていうところが一番やっぱり楽しいし、やっぱり改めて今も感じるのは、一人で走る時と、何人かで走る時の1時間走ったとしたら全然時間の感覚が違かったりとか、そういうのもあるんで、やっぱ人と走るって結構あっという間に時間過ぎるし楽しいしっていうのもあるので、やっぱり楽しく走るっていうのは誰か人と話しながら喋るとかっていうのもいいことなのかなっていうのは感じてます。それはすごく感じます、はい、ありがとうございます。一人の部分が多いですけど、なんかみんなの気持ちと一緒に走ってる気がしますよね。そうですね、やっぱり駅伝も一人で走ってますけど、まあ、誰かからつながってきたたすきっていうのは感じられるので、そこはやっぱり人と走るっていうところがつながってるのかなって気がしますね、はい、ウェーブリベリオンを履きました。実際に履いて走ってみたいと思います。走りましょう。はい、お願いします。はい、行ってきます。結構シューズの厚みもあるんで接地も柔らかいですし、はい、ついてからの前の推進力がすごく感じますね。どこでついてもいいんだけど、前に抜けるときにはもう推進力になってるっていうような感じですね。これも多分かかととつま先のところの厚みを大きく変えてるから、前に行く推進が勝手に出るんだと思いますね、はい、普段履いてる靴と比べてどうですか？これだけ厚さがあったらもうちょっと重たいんじゃないかなって思うんですけど、普段よりも軽いです。そうですね、第一印象結構この靴だいぶ本当に私も軽いなと思ったんで、はい、すごく走りやすいですね。走りやすいですね。ああ、ちょっと坂道も走ってみます。軽い軽いですね。坂道いいですね。はい、あ、これで海が見えるのが気持ちいいです出ますねスピードが乗りますね。あの、久しぶりにこのグリップの良いシューズに出会って嬉しいです。そうですね、このグリップが本当にミシミシとミシミシと、あ、これが気持ちいいですね、はい、あの坂道の設置でも、あの上りの設置でも下りの設置でも、着いた瞬間からもうグリップしてくれてるのが力を逃さないなって思いました。非常に上り坂でもすごく前に推進力が、平地でももちろん感じるんですけど、上り坂も特に感じたので、はい、すごくトータルとしていいなと、うん、やっぱり軽さが一番感じましたね。そうですね、はい、軽いことでスイスイ進みますね。
軽さとこのクッションのバランスが非常にちょうどいいなと感じます。昔はクッション薄くてグリップあって足裏が痛いですみたいな感じだったんですけど、多分足裏は痛くなりづらいですけど、しっかりグリップあって反発あってっていうようなシューズになってるなと思います。結構クッションとなかなかグリップって両立しないことが多かったですけど、この靴に関しては両立できてるのかなっていう感じがします。はい、ちょうど私このサブ3 3.5 ぐらいから使えるかなとは思うんですけど、サブ3ぐらいの私のレベル向けのシューズなんですけど、また私が試合で使う時が、水野さんを使う時が来るんじゃないかなって思います。ぜひお願いします。楽しみです。本日は高見さん、はい、ありがとうございました。とても楽しくお話を聞かせていただきました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。